はい、こんにちは、武田クリーニングです。いつも YouTube チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。当店の事例はですね、お客様のご依頼によって成り立っておりまして、同じような事例で、お困りの方に見つけていただきたいなという思いからですね、ご紹介させていただいております。ご家庭でできる方法を知りたいというふうな感じで検索なさっている方多いかと思うんですが、あくまでも当店の事例としてお話しさせていただいておりますので、自分でやる方法というのはまた別のところで検索していただければなというふうに思います。ワンピースなんですけど、海外で、お求めになったということで、素材はレイヨン 100% になります。で、一度着用して、その後ご家庭でですね、水洗いなさったと、ドライコース的なもの、おしゃれ着洗い的な感じでですね、水洗いなさったことによってですね、非常に、縮んでしまったと。で、もともとですね、シワ加工が施してありまして、ちょっと動画で見えるかどうかわからないんですけど、縮んでしまったというふうなことでね、なんとか伸ばそうとネットで検索したそうなんですけども、低温のアイロンでゆっくりかけると伸びますよなんていうふうなことで伸ばしてみたら、今度はですね、そのシワ加工の加工が消失してしまったと。で、なんとかね、元の状態に戻したいと、そのシワが消えてるところ、縮んでるところ、風合いが変わってるところ、いろいろその生地の質感やその生地の加工にムラができてしまったと、均一な状態でなくなってしまってるというふうなことなんですよ。お客様が一番そのシワがなくなってしまったと思っていらっしゃるのが、この後ろ身頃のこの辺なんですね。確かにそう言われてみると、ここだけ、シワ加工がないようなお洋服に見えます。ただやっぱりその肩のところね、後ろ身頃の肩のところなんかは、近くで見ると生地のこうシワが入っていて、生地の質感とかそういったものが分かるんですけどね。だからこれをどうやって最初にシワを復元し、その後そのシワを復元するということは、もう一回水洗いするんですけど、そのもう一回縮んだ状態にして、それからまた伸ばすと、伸ばすのもそのアイロンで圧をかけて熱をかけて当てちゃうと、やっぱりシワがまた消えちゃうので、どうやって伸ばそうかなというふうなことでね、ちょっといろいろこう工夫しながらトライしてみたいなというふうに思います。なんかね、すごく思い入れのある、海外でお求めになっていることだけでなくて、その一度着た時のこともね、非常に思い入れのあるお洋服らしいので、なんとかね、ビフォーの状態私知る由もないんですが、復元したいなと思います。ただね、ただ、この状態を見て、うわこれはひどい状態だとか、このままじゃ着られないよねなんていう風な状態では決してないんですよ。ただそのご依頼なさってくださったお客様は、その一番最初のビフォーの状態、新品の状態を知ってるので、それから比較しちゃうと、ちょっと望ましくない変化が生じてしまっているというふうな判断なんですね。だから僕はその新品の状態を想像するしかないんですけども、なんとかね、お客様に喜んでいただけるように頑張ってみたいと思います。はい、仕上がり見ていただきたいと思います。いい感じに戻ったと思いますね。全体的にたくさん入っていたその加工としてのね、シワなんですけども、今回もう一回水洗いをさせていただくことでですね、いい感じに復元できたんじゃないかなと思います。そしてお客様が縮んでしまったというようなことだったんですけども、それもいい感じにシワを消さずにね、シルエットを保ちながらいい感じに修正できたんじゃないかなというふうに思います。お客様が基準として欲しいといったこの胸元の部分、ちょっと角度がありますね、胸元の部分はこの辺のシワの感じが元々の状態で、これを全体に均一な状態にしてほしいと、ムラのない状態、質感にムラがない状態にしてほしいというふうなご要望を答えることができたと思います。あと後ろ身頃のですね、この辺り、この辺りがお客様がプレスしてですね、ここだけシワが消えちゃったというふうなことだったんですけども、いい感じに均一になったと思います。はい、大丈夫です。触っても触り心地もね、均一にできたんじゃないかな。はい、いい感じです。ご利用ありがとうございます。